皆さんこんばんは、経営コンサルタントの長野です。今日も長野雄二の暗号資産投資教室を始めてみたいと思います。草刈新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面で一語一句お読みください。一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でも中だけできないというところがありましたが、この動画の続きを見ることができません。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してください。そしてこの動画の感想をお寄せください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和元年10月10日木曜日、暗号資産草コイン中野研究会。最近ね、一般公開ライブをね、やってないんでね、皆さん、お待ちかねてるのかなと思ってます。一応ね、有料会員さん向けのね、ライブっていうのは毎晩やってるんですよ。本当に毎晩ほとんど欠かすことなくね、やってるんですけども、なかなかね、一般会員さん向けのっていうのがね、時間が取れなくてね、できなくて申し訳ないなって思ってます。できればね、毎日一般会員さん向けのねライブもやりたいと思ってますから、ちょっとねどういう風な時間割にするかはね、いつも考えて、これから考えてね、でうまく交通整理ができるようにしたいと思います。で今はねもう夜の12時36分でですね、周りの人にね声聞こえてしまうから小さな声で喋ってますよ。で本日のお題なんですが、10月13日、あともうちょっとだね、今日10日だからね、ビットコイン ETF 承認に向けてビットコインの価格が90万円を超えてきましたということで、ちょっとね連絡、有料会員さんから連絡が入ったので、それ本当かなと思ってちょっと見てみましょう。最近はねFX の方はね、有料会員さんと一緒に朝から晩までね、はい、やってます。そんで、ライブやってない時は、LINE グループでね、みんなで話し合いながらやっててですね、もう丸一日中ですね、有料会員さんとは会話をしてるって感じかな。もう団結力、FX って不思議だよね。みんなと一緒にやってるんだけれども、儲かる人は儲かって、ずっと儲かり続けてるんですよ。そして損する人はねずっと損してるんだよね。でやっぱり悩み抱えちゃうよね、やっぱり一人でね。でみんなと話し合いながら相談し合いながらやってんだけども、やっぱダメなんですよね。で勝つ人はねどんどん勝っていってね、もう資産の20倍とかね結構いってるんですよね。でこれビットコインの価格ですね。これ1時間足なんですけども、財布ですね。ちょうど10時ですね。2時間前の10時に上がってきてますね。87万円から今92万円まで爆上げしてますね。まあこれビットコイン ETF の承認の情報がやっぱり漏れてんじゃないですか、これ。あとちょっとですからね。冷やしだとどうなるかな。冷やしって冷やし中華の冷やしじゃないよ。まあ冷やしだとね、まだまだあんま可愛いもんですが、でも、1、2、3、4日連続で上がってますね。4日連続で上がってるので、ちょっと期待してしまいますね。随分ね、この、110万とかあったんですよね。最低でも100万ぐらいあったのが、ずっと落ちちゃってね、トランプさんの弾劾裁判が始まるっていう情報が入って、一時83万円まで下げたんですけど、90万回復ということで、おめでとうございます、ビットコインさん。
ね、やっぱりビットコインが回復しますと、他のアルトコイン、他のコイン、お眠すごくない？これ1時間足ですけど、お眠から覚めてないとか言ってたのが、覚め始めたね、もうね、眠も、これ眠って感じで、お眠から覚め始めたみたいですね。で、モナコイン、モナコイン冷やしですけどね、これね、1時間足どうかな。まあまあですね、ビットコインキャッシュの1時間足、まあ、閑散としてますね、取引がね、上がってると。あとは、イーサリアムですね。上がってますね、1時間足ですけどね。あと、ビットバンクのリプル見てみましょうか。あれ、ビットバンクのリップルをちょっと見てみたいですね。どうかな？トレード。これは、ちょっとこれビットコインですね。1時間足ですけど。リップル見てみましょうか。30円になってますよ。リップル。30円、ちょうどぐらいですね。011になってますね。あ、ちょっとだいぶ上げたんじゃないのこれ、リップルね。20数円から30円台に乗せてきたので、まさしくあれじゃないですか。あの日の再来じゃないですか、この日の再来。2017年のですね、12月12日じゃないですか、これ。爆上げが。前日までね、知らん顔してたのがね、急に爆上げしましたからね。リップルはこういう特性持ってるから、ほんと気をつけないといけないですね。もう30円になっちゃいましたね。で、ノアコインもね、結構上がってきた感じなんですよね。まあ今日はね、もう夜なんで、ノアコインはもうやりませんけれども、ノアコインちょっと見てみる？いくらになったか。コインマーケットキャップではね、正確な数値は出てこないんで、あ、結構上がってるね、ビットコイン。あとは、金額も24兆6000億か。あんまり増えて、1兆円ぐらいしか増えてないんですけどね。91万4000円まで上がってますね、ビットコインね。サリアムが2万円台。リプル30円台ですね。で、ライトコイン6287円の、カルダナエルは4円52銭だと。まあ、でもだいぶ上がってきてますね。すごいなぁ。そして、ビットコイン、ちょっと待ってくださいね。なんかバッテリーとか言ってますけど、壊れちゃったかな、また。ちょっと見てみますね。はい、それで、ノアコインのエクスチェンジですね。どうなってるかということなんですが、はい、これ前回ちょっとね、喋るの逆だったんですけど、おお、すごい上がってないか、これ。あ、そうでもないか。20サトシ、一番高く買いたいっていう人が20サトシ。で、一番高く売るよっていうのが21サトシですね。あの間のスプレッド1があって、これは、ああ、でも20と21か。で、だから最悪でも、これ20で買うよっていう人がいるんですよ。20サトシで買いたいという人がいるんでね。で、これ、どんどん、ほら、こう、21、しょうがないから20で売る人いないから21買っちゃう、22買っちゃう、23買っちゃうっていうか、どんどん上がってんだ、これね。で、今は20サトシで買う人がいるから、今売るとしたら20サトシで売れるってことですよね。だから、ここのところを、これをですね、コピーしといて、コピーしといてですね。で、ここにハートつけとくと。メモ帳。
だから今は二重サトシでは売れるんですよ。誰でもね、ノアコインも、ノアコインの新しいやつ持ってる人はね。それで今ノア、ビットコインいくらかというとですね、ビットコイン財布だと、だからこれ売るときっていくらなの、これ売るときは。あ、だから、これ見ればいいのか。これか。91万9420円でいいのか。これが買う人ですよ。これが売る人でしょ。91万9400円でしょうか。91万、売る人と買う人がいるから、919,500円にしようか。919,500円のかけることの 0.0 が123456ですよね。 0.123456 の20ですよね。で、うわっと、お、0.18 円になってるね。ってことは、18倍か。0.18。だいぶ上がりましたよね。だいぶ上がりましたね。0.18。前回測定したときは 0.16 だったからね。ちょっとずつ上がってるって感じですかね。ノアコインのホルダーの皆さん、おめでとうございます。本当に、すごいですね、ノアコインね。これさ、売らなきゃ、ずいぶん上がるんじゃない？ぐん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 。みんなでさ、売らなきゃいいんじゃないですかね。うん、そしたら、100円とかなんないかな。とか思ったりしました。ということでね、今日はですね、こちら。ビットコインの価格が、今いくらだったっけな？ 91 万円ぐらい言ってたんだっけ？もう一回見てますかね。90万を超えたということで、ひょっとしたらひょっとするよということですね。ビットコイン ETF が承認されるということで、92万ですね。だから取引としては、92万いってますね、もうね。だビットコイン爆上げすると、まあ、ノアコインプラチナムの価格もそのままでもね、すごくね、為替効果で上がりますんでね、日本円としてはね。いや、素晴らしいことかと思います。はい、ということで、今日はね、夜遅いので、もうね、こんな時間なんですよね。0時47分なんですよね。だから、ちょっとね、小声で喋ってますけどね。いえ、うん。ではね、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。トム・クルーズね。あ、そういえばね、今週末ね、またね、大きな台風が来るんですよね。それで、また千葉県、被害が出ないか心配なんですけれども、まあ、被害が出ないようにしたいなと思ってます。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。あ、それとね、中野研究会に入って、FX のね、勉強したいとか、研究したいとかね、あとみんなと一緒にですね、15年に一度のですね、ショートポジションのタイミングをね、みんなと教えてもらいたいから中野研究会入りたいっていう人すごくね、ここ数日すごく多いんですよね。で、その場合には、動画解説欄を見ていただいて、お申し込みください。はい。で、まずね、10,000円、入会金は無料なんですけども、毎月10,000円かかります。それで、まあ、数ヶ月間ぐらいは入らないと、なかなかね、感覚をつかめないかなとは思ってます。はい。あと、まあ、個人コンサルティングは22,000円プラス、まあ、交通費ですね、行くとしたら、松戸駅に来てくれるんだったら22,000円だけでいいんですけどね。はい。あとね、本格的なコンサルティングを受けたいということであれば、消費税をして33万円っていうのも、ご用意してますので、一からね、全部教えてもらいたいっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、パソコンの購入から、口座開設から、海外口座 XM の口座開設から、MT4 のダウンロード設定、あとスピード MT4 のダウンロード設定、あとすべて、
使い方とか、ノウハウとかっていうのを教えてほしいという方があれば、33万円ですね。で、まあ、1日33万円って言ってたんですけど、まあ、1日じゃ教えきれないのでね、数日で33万円みたいな感じでいいかなと思います。はい。まあ、基本的には2万2000円っていうのもありますからね、設定だけっていうのね。あとはちょっと使い方を教えて、ノウハウを教えて、あとは YouTube ライブでみんなで勉強していきましょうっていうのでも十分にいけるかとは思っております。はい。ドル円とかね、まあ、世界の経済の終わりがね、近づいてきてるんでね、せっかくの、まあ、本当にないですからね、ポールポジション取れるときってね。で、ガチをしてればね、負けないですから。うん、負け。まあ、ただね、マイナススワップがつくんですけど、それよりもやっぱり、大きいですからね。トルコリラ円とかね、スワップ目的で、トルコリラ円とか、ロングポジション持ってる人いるんですけども、全員、ほとんどの人がね、大損してますからね。スワップ目的で、FX はやるもんじゃないですね。それも、金利差目的でやってはダメですね。はい、価格差、で取るっていうことをやらないとやっぱりダメだと思います。それでは、これで終わります。千葉県松。あとね、すいません、何度もすいません。あとね、こういう人多いんですよね。今ちょっとうつ病みたいになっててね、仕事できないとか、会社行ってないとかね、失業中だとかいう方でですね、今非常に辛いですという方からのお電話がね、結構いっぱい来てます。で、まあ僕も前ね、以前、3回ぐらいね、結構うつ病やっちゃったんでね、抜け出すの大変でしたね。半年とか1年半とかかかりましたけどね。で、まあ相談とかあるんで、まあそういうのは全然無料でね、電話とか LINE とかで、メールとかっていうのは無料でやってますし、まあ直接会うんだったらちょっとお金かかっちゃうので、お金はないんだけど、会って話聞いてくださいっていうのであれば、まあ何かのどっか行くコンサルティングのついでにね、ちょっと時間を作って、2、3時間作って、喫茶店でね、お話聞いたり、するっていうのはできますので、どんどんお問い合わせください。無料でね、何度か時間とか場所を作ってやりたいと思います。それと、まあ、僕みたいにね、うつ病だけれども、まあ、お金稼がなくちゃいけないとかね。だから、まあ、療養中でね、うつ病じゃないけど、いろんな病気で療養中で、まあ、病院にいるとかね、入院してますとか、自宅療養中でね、なんとかお金稼いで、まあ、家族を安心させたいっていう人もね、たくさんいると思うんですよね。で、そういう方はやっぱり FX は一番だと思うんですよ。で、まあ、ただね、FX、ただですね、FX も FX でね、うまくやらないと、神経張り詰めるんでね、これね。マイナスポジションずっと持つっていうのは、心が病んじゃうんで、そこら辺ね、うまくお伝えしながら、淡白にですね、やっていけばですね、必ずね、期待値計算では期待値はプラスになるんですよ。負けてもね、負けても勝つんですよ。そのような、中野研究会での確率統計学を用いた期待値計算法をやってますから、まあ、今病気で心が辛いとか体が辛いとかでね、そういう方でも一応3つのですね、パラメーターを用いた期待値計算をもう出してますから、淡々とやればですね、一応お金は増えていきます。だからそれで、最初はね、わずかなお金しか増えなくて、これじゃ生活できないっていうかもしれないけれども、複利計算でいきますからね、半年1年経てば、まあ、とんでもない金額が毎月入ってきますからね。まあ、それを期待して、まあ、早い段階からね、FX を始めた方がいいかなと思います。FX で完全にね、生活していこうって思うならばね、早めにお問い合わせいただければと思います。僕もね、もっと早くね、20代の頃から FX に取り組んでおけばよかったな、とは思いました。辛かったですからね、病気になっちゃってね、仕事がなくて、外出れないし、お金もなくなっちゃってね、借金山盛りでね。
そういう人を一人でも減らしたいし、そういう人を一人でも出したくないなと思ってます。それでは今日はどうもありがとうございました。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。おやすみなさい。